出荷停止になった魚が冷凍庫に眠る。そして東京湾の漁場汚染に漁民は出漁中止へ追いやられ。6月から7月にかけて、東京湾横須賀沖で取れたスズキ、マコガレイなどから高い濃度の水銀が検出された。このため神奈川県は漁場汚染の再調査を開始。その結果によっては東京湾沿岸漁民に出漁できる日が来ないかもしれない。千葉県富津市青堀漁港。汚染魚発見の煽りで漁船は船だまりにつながれたままだ。漁に出ることのできない漁師は日がない一日やりきれない思いで時を過ごす。貝と海苔の町、袖ヶ浦町奈良は、潮干狩りでも有名なこの海でも客足はめっきり減った。たまりかねた千葉県漁連は水銀 PCB を使用する4社に抗議行動を起こした。海をきれいにしてもらいたい。海は会社のものでもなければ我々一人のものではない。日本国民のものですよね。この海をですね、汚染されで、非常な憤りを漁民は感じているということです。これはね、もう何とも言えない問題だと思うんです、これは。漁業水産そのものをね、否定する行為ですよ、これは。水銀の汚染によりまして、東京湾の魚は非常に大きな損害を受けておるわけでございます。特定の漁師は、東京の魚市場で入荷を拒否されております。そしてまた、その他の魚におきましても、価格の低落により大きな損害を被っております。まあ、皆さんのお立場につきましても、何と申しますか、ご同情申し上げまして、そうして今後東京湾をきれいにしていこうと、そういうつもりでございます。会社側はどこもただうなずき、決まり文句で答え頭を下げる。漁民の怒りの声は工場側にどれほど届いたのか。企業の繁栄とその裏で泣く漁民。工場の海上封鎖も辞さないと450隻の漁船が海上デモを実行した。漁場を返せという東京湾沿岸漁民の叫びには人間の命がかけられている。